はい、どうも皆さん、こんばんは、しょもです。さ、前回のなんか、ヤトの神みたいな、蛇みたいなボス行く前に、ちょっとスキル振りしよっか。てか、余らしとくの良くないよな。見てこれ。なんか、光属性的なやつじゃないこれ。浄属性だって、多分光属性的な立ち位置だよな。これ、妖怪に、めっちゃ弱点なんじゃないの？これちょっと、使ってみるか。なんかさ、さっき撮ったさ、この、光属性のやつさ、ショートカットにさ、こう、振り分けたんだけどさ、その2個目のショートカットの出し方がわかんなくてさ、なんかどこを押してもさ、なんないのなんか、積んだ。こいつってさ、強くね？前回あれだよな、こっからなんか、蛇生えて、マジかよ、みたいな、かー、これだよ、これ。マジかよ、ってなって終わったんだよな。これ、隙あり技。蛇を殴る。オッケー、一匹倒す。あ、こいつ HP ねえじゃん。いや、これが地味に強えんだよ。やばい。あ、ぶれ。回避にも使えるからな、カウンターは。こうやって。すごいよね、スタミナ、使わないで回避できるから。このカウンターが一番強いです、あるよな。何それ。残り回復2個か。地面に埋めてくる技やってこないかな。腕が2個ないとやってこないのかそれ。はい、あー、それがそれなんや、それがそれなんや。いや、これヘビ狙う必要なくないか。今だ、バッファローアタック来た。バッファロー バッファローアタックで削り切れんじゃねこれ。あ、これ勝ったな。あー、なんかやっぱあれだな。ああ、勝ってねえ。ああ、勝ってなかった。いやー、最悪最悪。よーし、今回こそ勝てるぞ。こいつ強いよ。はいはい。いや、ここで攻めすぎない。でヘビがさ、なんでこれ自立しちゃうかな。親の元で育て、お前は。バカ野郎。バッファローアタックやって、よっしゃ。いや、バッファローアタック強いんだって。マジで。あ、こいつ魂落としたぞ。負け惜しみ長えな、もう行こう。銅山死んだんちゃうか。生きてるわ。お主、名は。おお、無名。ソハヤの若い衆はわしをそう呼んだ。あやかしの女と出会ったあの日まではわしはあやかしを滅ぼすソハヤの刀を打ち砕き、それまでの名も捨てた。刀の与える不死の魂なぞ少子。共に誓ったは神妖が融和して暮らせるよ。え、息子ってこと？違うの？霊石を集め、よこしまなものの悪用を防ぐは、その誓いを果たすため。パパ、
終わりに向かえ。行け。再びあやかしを切ろうとは皮肉なものよ。父さん様、ダメだったか。速攻でやられてんじゃねえかよ。こっちだ。買った分、後で払ってもらう。パパー！お、これがさっきのボスのやつだ。はー、強そうだな。やっぱリーチガル技は全部強く感じるね。バッファローアタックとかね。ああ、なんかメインミッションじゃなくて次編へ進むってなってるわ。この覚醒編が終わったってことやな。秀吉が初めて仕えた、お長国の若き王織田信長は軍事的な野望を宿し、未知への挑戦心に溢れていた。彼は、果断で洞察力に優れる一方、神仏への盲信は軽蔑した。尾張は、ここ美濃から南に下ったとこにある。織田家の国だ。当初は、信長様、最近勢力を伸ばしている新鋭の若い大名らしい。しかしな、この信長様はうつけだって噂もある。まあ、どっちにしろ道山様が娘を預けるほどの男だ。物おじしても始まらん。行こう、秀の字。信長編ってことか。これ第何章まであるんだろう。これでも第2章ってことだよね。マップ変わったし。美濃より落ち延びてまいりました商人の藤吉郎と申します。隣は仲間の秀の、あ、秀千代。この度は拝謁をお許しください。誠に恐悦にございます。え、2匹だ。それは汎用か。よく顔を見せよ。うん、初めて見る光じゃ。面白い。お主ら二人、今日からこの信長の客となれ。お別れ、感謝いたします。おい、して、父の最後はいかようであった。マムシらしゅう毒をまき散らし、立派に行かれたのであろうな。あれ？道山、僕のパパじゃない。この新しくゲットした白マムシさ、竹タイプだしいいよね。ちょっと辻タイプの猿がかなりお気に入りになっちゃったから、なんかもう一個タイプがあるらしいから、このゲームね。幻タイプかな。幻タイプゲットするまでは猿でいいや。メインミッション、神陽の棺桶狭間。驚いた。素性も知れないよそ者を受け入れるなんて変わってるわね、ここの殿様。藤吉郎は大物だって感服してるみたいだけど、それにしても騒がしいわね。なんでも敵の大勢力がここ、お蝶に向かっているらしいわよ。
せっかくの食いなんとかがいきなりなくなら、食いっぱしかがいきなりなくならないようせいぜい頑張って。私は人同士の切り合いには興味がないし、あんたたちに任せるわ。この信長に命を預けよ。狙うは敵の大将義元の首。続け。おお、欲しい。槍のまたさが相手だ。槍のまたさ、あー、槍だけにってことか。はいはい、今回相手人間か。妖怪じゃなければなんか全然難易度高そうじゃないけど。織田について早々でかい戦が始まるとは、手柄を立てるいい機会だな。織田について早々NPC になっちゃった。ただの同じことしか言わねえ。あ、これできん。あ、またさ、この山を越えりゃ今川の本陣の近くに出られるんだが、あやかしが救ってていけそうにねえ。お前も死にたくねえならやめておけ。この山を越えりゃ今川の本陣、あやかしがす…お、え、人間じゃなかったんすか。結局あやかしなのかよ。おいおい、どうしたんだ。なんだお前、どけってのか。あ、すごい。せっかく心配してやってんのに尻尾巻いて逃げてくんなよ。なんか身振りマークってのが今出てたじゃん。だからやったらどいてくれたわ。ここででっかい手柄を立てて信長様の元に帰ろうと思ったのによ。とても歯が立たねえとは。ここでなんか話しかけるとついてくる NPC がいるっていうからさ、こいつかなと思ったらダメだな。こいつ玉なしだったわ。これさ、猿もさ忍殺いけるかどうか試したくね。ちなみになんかあやかしは刺すだけらしいね。人間だと忍殺いけるらしい。あ、いけるわ。刺す。本当に刺すだけなんだよな。ひるみもしねえし。はい、うまい。で、これなんかさ、わかる？アムリタがさ出てるところが弱点らしいよ。なんかこいつで言うとなんか角の部分だね。そういうとこを狙っていくと一気にスタミナ削れるんだって。てか猿一瞬で死んだな。おーっと、なんか見たことねえ妖怪いるな。何やってんだあれ、包丁研いでる。あんまり強そうには見えないけど、こいつ一体のために用意されてるな。ここ他の敵いないもん。こいつできるのか。あ、やっぱり刀研いでる。ひとまず、後ろから少々。うわ、バーバーだった。小柄な女の子かなと思ったら、さようなら。これな、雑魚的枠じゃねえかよ、こいつ。あ、落としたわ。山バーだって、山バー。山場にやられてんじゃねえかよ。あ、この子またいるわ。なんかコメ欄にあったんだよな。塊っていうか魂をあげるか、あとなんだっけな、そう、紫色の、まあ、レアな装備をあげると紫色の防具が返ってくるんだって。だから一旦、あ、これ装備してるやつだからか。装備してない紫色のこれでいいや。これを落としてみよう。紫色の腰。あ、腰だね。
お、祈祷の実も来たね。なるほど。ああ、まあ防御力こそ弱いけど、まあ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 って感じやな。なんかここで二人死んでんなーと思ったら、でけえババアが、はい、初見でそこを見切っていく。ほら、もう一回やってこいよ。あ、投げ物もできんだ。でも弱いな。濡れ女あんな強かったのに。多分ね、1エリア1エリアにね、なんかそれ専用の、なんだろう、妖怪みたいなのがいるんだろうな。このババアは外れだな。これ猿落ちないの？落ちろ落ちろ。完全に今自分からいてもうだな。まあもう勝てないと分かったんだろうな。潔し。あ、これ NPC だ。森泳ぎのお蝶。え、こいつおちょこここ必要なんだけど、まあいいや、呼ぶか。せっかくだしな。また女だ。女ばっかだな。さあ、常闇だね。ちょっとね、ボス以外で死なない体になっちゃったからさ、上手くなっちゃって。仕留めてみろ、俺を。何？何？何？なんかいた？なんで？何してんのこの人？やばい、ババアの剣技か、ババア、ババアの剣技が強すぎる。これ、お蝶はあれなの？回復薬飲めないの？てか持ってないの？ババアの剣技今エグいぞ。あ、双剣かと思ったらこいつ、語り剣か。語り剣で、あそこまでの剣技をできるのか、お前は。そうか、こいつも一応元人間なのか。あ、死んだ。やられちゃった、モンキーに。おい、モンキーにやられてるだけじゃダメだよお前。あ、こいつ主じゃん。いつの間にか主まで来てたわ。いや、モンキーももう楽勝だな。あんなに序盤死んでたのにね。全然余裕だもん。ほら、素の攻撃するとこうなっちゃいますよと。あ、あれやってみようぜ。いけ、マムシアタック。強っ。え、縦に行って帰ってくるだけじゃないんだ。永遠に追尾して殴んだ。やば。これが山本のやつだ。弱えって。いや、まあ、分かってたけどね。あ、想像以上に弱いな。あ、こいつあれじゃん。これまだ動画では出てきてないよね。あの、サブミッションを生配信でやってる時にアーカイブ残ってるけど、出てきたんだよ。カラスティングだっけ。強えんだよ、こいつ。慣れてないだけかもしれないけど、スピードスターやってくるからね。あー、ちょ、何回連続でやんねん。ちなみにこいつ弱点どこだ。爪かな。爪が光ってるから。これはなんだそりゃ。ちょ、落ち着いていくね。これだよ、スピードスター。ガード削り やばいからな。ってこれマップやばくない。落ちたら死ぞ。今の見えなかったけどスピードスターだね。やばい、危ない。これ一回か。ちょっと待った、ここだってコードまだ分かんないとマジで強えな。危ねえ。回復入れる。何それ、鳥やん。よしよしよし、オッケー。うおー、びっくりした。おー、びっくりした。もういや、ダメだな。ちゃんと上も見ないと。あ、もう回復ねえや。これ死んだな。これね、これ逃げないのが吉玉という男だから、逃げらんないんだよ。己の吉玉という存在意義にかけてね。あ、やばい、毒になってない、セーフ。オッケー、大丈夫。よしよし、はいはいはい、
あっぶねー、セーブポイントバラですか。セーブポイントどころかもう常闇発見しちゃったんだけど、最悪。いやこれは無理だな、ちょっとな。他は去ろう。カッパさん、カッパさん、ちょっと、ちょ、うわー、もう常闇みんな帰ってかないで。ラクベ、カラステングさん、カラステングありき。これよ、こいつがなんか鬼火みたいな敵で倒すとこいつの属性が出ないんだよな。ちょ、そこはお前ズルだろうが。あ、これ落ちないんだ、武器振っても。へえ、これもサブミッションでね、出会ったんだよね。待て、このカッパさ、逃げ性能やばくないっていうか、倒せねえ。カッパ倒せねえわ。こいつ氷タイプの鬼火か。もう氷タイプってもう、もはや火じゃねえじゃん。で、これで氷タイプをまとえないん。え？あ、違うわ。自爆するんだ。で、サイクロプス先輩。こいつもサブミッションでいたな。サイクロプス先輩があれだ。主だ、これ。地面にね、花が咲いてるやつが主なんだよ。これ気づかれてなくね？これ、裏取れるな。ぶっ刺し、で、猿。こいつはね、近距離がね、すごいけど、距離取れないから、あぶねえ。よし、オッケー。カウンターこいつ簡単だわ。ただ全然スタミナ減らないけど、大丈夫こいつ。スタミナお化けすぎんか。大丈夫、大丈夫。これちょっとあれやろうぜ。白マムシ。あ、マムシ強いね。すんごい強いわ。使えるな。あとあれもやってねえよな。あ、間違えた。うまい。なくなっちゃった。ロケットパンチのやつさ、ゲットしたけどやってないじゃん。ロケットパンチやろうよ。あ、やばい、調子こいた。もう勝てると思って。あぶねえ、床闇の中じゃ絶対油断しちゃいけない。マムシー、マムシつえ。マムシ最強だろこれ。あ、一つ目鬼の魂もゲットしたわ。あー、また君か。これ真似っ子だからさ、真似しようぜ。あー、やっぱそうだ。四股踏み。四股踏み？あ、これか。あー、喜んでる、喜んでる。これ多分2回か。あ、じゃあ1回で終わりか。身振り、大喜びを得ました。まあ、今回この辺かな。なんか全然さ、知らないっていうかさ、俺だいぶ成長したよね。あ、一つ目ちょっと見ようか。